皆さんこんにちは、です。ハローです。今回は2人のいらないもの交換。パパラピーズさんがやっていた企画なんですけれども、自分たちの部屋でいらないものを10個用意してもらいます。ちゃんと両方が使えるやつにしようよ。ゴミとか渡してきそうじゃん。そうじゃなくて、ちゃんとお互いが使えそうなものを用意して、何がいらないけどハルトは喜びそうだなみたいな。そう、ハルトのなしでさっきもだけあげたんだ。普通にかわいそうだから俺もあげたいっていう気持ちもあるし、ブツブツ効果みたいなね。ってことで今から早速取ってもらって10品選んでもらいたいと思います。お願いします。それではどうぞ。まず最初何があります？正直言っていらないものを入れていきたいと思うんですけど、これ結構ね、おさきちゃん好きだと思うんですよ。ハルトいいの？それお気に入りだったじゃん。でおさきちゃんにもやってほしいなと思っちゃって。えそれも？これもパーティーで。ちょっとちょっと、それはさすがにやばいよ。ちょっと、つかないんだよ。それは喜ぶと思う、普通に喜ぶ。10品だけ？10品だね、基本的に。何かあるかな。どっちもさきちゃん、そうなの？結構悩んでる。それはやばい。そんなこと言わないでよ。洋服とかはどうなの？洋服ね、いらないものね、あんまりないんだよね。じゃあちょっとそんな感じ選んでおいてください。お願いします。はい、さきちゃん結構ごちゃごちゃですね。候補いっぱいありますからね、はい。これマジでいらないね。いやいやいや、これなんであんたの部屋にあんの。これでもハルト君映ってるからさ、普通にハルト君欲しいと思うんだよね。おさきちゃんいないね。うん、私いないから、これはお気に入りだとお返しします。何これ、かわいい。私買ってない気がするんだけど。それ何？え、あー、それハルトのじゃん。絶対ハルトのでしょ。お返しします。あげるな、返すシステムだよ。おさきちゃんの場合しょうがない。結構見せたくないけど。手でいい、かわいい、楽しめちゃうね、それもね。うん、一番楽しいんですよ、これ。うん、じゃあこれ開けてみて。高い3000円ぐらいするから。洋服とかないの？ハルトが着れそうな服。あ、ちょっと選んどいてよ。お願いします。はい、持ってきました。あります。いいんじゃねえよ。10個選んでくれましたか？はい、結構早かったね。絶対適当に選んだでしょ。おさきちゃんのために。私はマジでハルトのためになるの。同じ、俺もだよ。いや、俺が一番多分おさきのこと知ってるから、これをあげれるんだと思う。じゃあ、ちょっと見てみましょうか。はい、ザーザーザー、できるぐんな、お前お茶立ってんじゃねえよ。どっちから行く？さっきから行く。はい、じゃあ、一回やつ。じゃ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 ん。なんか洋服？洋服ですね。え、いいの？セクシーじゃないですか。え、さっきこれ欲しかったんだけど、ずっと一回貸してもらってさ、可愛かったかな。ちゃんと理由もあって、はい、まあ、このね、この子も可愛いじゃないですか、ネズミ、はい、プラス、おさきのパーカーが黒しか持ってないんですけど、白っぽい方もあげようかなと思ってね。自分がいらない理由とかないんですか？自分も着たかったけど、やっぱりおさきちゃんがもっとファッションセンス見えほしいなと思って。あー、ありがとう、嬉しいわ。あげました。え、これはマジで嬉しいです。ティーシー先輩はどっぱなからすごいのあげてる。すごい、期待できるね。ちょっとこれ期待できるわ。どんどん期待してていい、僕の着ていいですか？あ、どうぞ。お、洋服だ。はい。お、トレーナー、トレーナー俺欲しいから。よかった。パラグラフって知ってる？知ってるよ。知ってる？結構人気だよね。うん、持ってるもん。持ってないでしょ。買うんだよパラグラフって。1万から2万ぐらい。値段とかじゃないから。じゃないけどさ。やったー、トレーナーずっと欲しいって言ってたの。そう、どこ行ってもトレーナー探ししかしてないから。ちゃんとおさきちゃんのお小遣いで買ってた。そう、マジでこれさっきのお金で買った。これもね、いっぱい来すぎて、みんな私のパラグラフ見飽きたかなと思うので、次はハルトの番。やったー、ぜひ来てほしいです、はい、ありがとうございます。はい、出していただきます。はい、じゃあ続いてなんか出てんですけど。待って、これさ、ハルトこれベロの部分噛んでたよね。お前だよ。ゆうちゃんも噛んだよね。ゆうちゃんはどっち？ゆうちゃん俺の方。これだから新品、何もよかった、さっきしか噛んでないんだ。そう、よかった。これ何マジで持ってて、やっぱり2匹もいらないかなと思って1匹あげました。じゃあ次どうぞ。せーの、じゃじゃん。ふざけんなよお前。何が1年生？僕は高校1年生かもよ。あ、そういうこと。学年別ドラえもん中身で、ひらがななんですけど。まあ、ハルトくんね、本読まないじゃないですか、全く。なんか漫画すら読まないじゃん。もういきなり小説読めって言っても難しいから、漫画で文字になれてほしいと思って、小学1年生用のゆうちゃんのね、置いてあったので。じゃあ次ゆうちゃん、ミーの方が頭悪いので、ゆうちゃんより授けてほしいです、ごめんなさい。じゃあ私いきますね。じゃじゃん、また洋服。もしかしたら韓国で限られた、そうご利用されて買ったのか。そうで、可愛いじゃん、しかも、うん、クマさんで。確かに夏の部屋着に着れそうだ、うん、喜んでくれてありがとうございます。はい、行きます、次僕。じゃじゃん、またかよ。
アンパンマンミオンじゃん、うん、それね、なんか私の部屋にあったので、すぐ返します。汚して返してくんのやめてほしい。うんちついてるじゃん。やめて。これ俺のじゃね。これでーす。これはおさきちゃんのものではないね。マジ俺いらないので、よかった、いい機会だもん、まあ、探したでしょ、ずっと。探してはなかったけど、もうあったんなら数える。よかった、うん、ぜひ数えてあげて、うん、じゃあ出していきます。じゃじゃん。うわ、私これあげようと思った。超貴重とアイマスク。これ先のじゃね。俺の。本当に、うん、部屋に1個だけしかなくて、あ、いらないなと思って。おさきね、あんまり睡眠してないなってイメージがあったんで、あげようかなと思って。あ、嬉しい、ありがとうございます。じゃあ行きまーす、はい、せーの。何これ。これすごいものですよ。見して。これですね、なんか折れ曲がってるやつです。こちらですね、私の推しの平野歩夢選手の切手です。え、記念切手じゃん。はい、いらないわけじゃないんですけど。え、ほんとじゃん。使えないじゃん、でも、もったいなくて。そう、平野歩夢選手のファンレターとか時に使って。ここに立てある。そう、ないけど。いや、だって陽斗くんだって大切にしてくれたなと思って。憧れてるつだもんね。うん、スノボ選手になりたいって言ったんでしょ、彼ら。言ってないけど、ママも欲しいよ。うわ、優しい。もらったものすぐにあげる人やば。ぜひ使ってくださいね。はい、ちゃんと使います。次は、いきます。じゃじゃん。うわ、これ3個目ぐらいだ。ハルトのグッズ、ブサイクなんだよ。スターちゃん。あ、え、名前あったの。名前付き。なんか名前は星ちゃんなんだけどさ、余ってたからあげます。なんかありがとう、でも嬉しいよ。次どうぞ。いきまーす、せーの。じゃん。ポップコーン。そう、アラームなんですけど、ハルトアラームさ、いつも鳴らないじゃん。ママが起こしてるんだから。これで、ね、結構うるさめなのね。絶対起きるの、これ。パキッてで、だからね、来ますね。どうするの、早く起きれるか。早い。最後の聞いてる。そう。止めてもね、スヌーズ機能が働いてね、ずーっと流れ続けるの。止めてくれ。ぜひ使ってほしいな。はい、よかったね。私行きます。こちら。ねえ、本当にいらないんだけど。マジでいらない。ちょっと喜んでる。ちょっと喜んでる。よくもやったな。死なないんかい。ありがとう。ほら、喜んじゃった。いいの、ハルト。本当は嫌だったけど、さっきこういうの好きだなっていうのを知ってたのから、うん、あ、実はね、うん、だからあげました。これ友達と遊ぼう、持ってこう、学校に。よかった、喜んでくれて。じゃあ行きまーす、せーの。じゃじゃん。燃える時代、うん、しかもめっちゃクソダコです。あ、ガチで1ミリも充電できません。本当にいらないやつじゃん。ぜひ充電してください。はい、あ、もうまだあんの。じゃじゃん。地元ミッシュ決定。私に向けて言ったよね。はい。え、地になったことないですね。じゃあ最近地で悩んでるね。悩んでねえよ、さっきのね。しかも未開封地じゃないの、ね、今。じゃあ地じゃないの、買ったの。これなんで買ったの。いやいや、違う。渡すきっかけが、渡すきっかけが欲しかった、ぶっちゃけると。失礼だもんね、なんで知ってんのみたいになるもんね。本当にいらないんだけど、6ヶ月前だったら治ってるうち、切れ字なの。俺は違うよ。絶対そうやな。本当にマジでありがとう、あげるよ。惜しいやったこと。絶対切れ字やん。え、勇気出して買ったからさ、本当あげたくないでしょ。本当にいい、だって字なんでしょ。はい、次。せーの。じゃん。洗い流さないトリートメント。そう、私がめちゃめちゃお気に入りでめっちゃ使ってるやつなんですけど、本当にね、これ私なんか迷ったけど、ハルトって本当に頭が臭いんですね。お風呂入ってんだかなんだか知らないけど、入ってないレベルで本当に臭いの。そんなこと言わないで。匂いいい男子って絶対モテるのね。恋愛してほしいと思ってあげます。あ、ちょっと色気がないもんね。ありがとうございます。はい、のあげちゃって、バイバイ。ハハハだね。中国の武器だよね。そう、え、忍者みたいな。ああ、いけ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 。ふっ、こい。あ、もう死んだ。もう死んだよ、さっき。さあ、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 強っ。ありがとうね、嬉しい。次ハルト。はい、せーの。じゃじゃん。布じゃね。これもね、お返しましたよ。これ俺のね、かしこみかしこみ。俺がさ、ユニバ行った時に買ったやつなんだけど、うん、なんか置いてあったからさ、普通にこれお返しします。よかったよ、返してくれ。うんうん、嬉しい。何奪ったの。いやいや、置いてあったからさ、マジで普通にこれさ、ハルトのじゃないと思って普通に返した。ありがとうございます。よかったね。うん、返ってよかった。はい、じゃあ次、また行く。せーの。毎回よし。マジこれ何、マジいらないんだけど。これは普通にキモいって、これ飾ってたら
ありがとう、嬉しいわ。はい、使ってあげて。使うというか、飾ってくね。いいぞ。せーの、じゃじゃん。チークでしょ。はい、でカチューシャって結構高いやん。ぜひこれ使ってほら、似合うよ。そのお金でさ、ご飯とか食べれるのか。浮かせられるから、ご飯も可愛いので、ぜひ使ってください。やってみて、じゃん。でもお前のじゃん。モラギノール。あ、ラスト1個だ。はい、いきます。せーの、じゃじゃん。これ見たことある。バーバリーです。めっちゃ使いましたね。次はハルトがついてください。あー、そうね、使ってなかったもんね。めちゃくちゃ寒くて困ってたんで、うん、しょ、マフラーつけてないでしょ。うん、はい、そう、確かに、だってコート着てないもんね。うん、ありがとうございます。すごい、ボロックスばっかみたいな言ってたけど、さっき、うん、安物ばっかみたいな感じで言ってたけど、これあったからさ。そうね、そんなの知らずに最後に見てるよって。うん、最後、はい、さすがに対等のやつです。なんかさっきから気になってる。えっ、ボール。ありがとう、嬉しい、すごい、はい、高級感あります。これでヘンテコなの来てふざけんなって感じかと思ったら、うんうん、結構対等な感じだね。最後、お互いいい感じのやつ出て、え、ありがとうございます。結構マンクですね、って感じです。結構思ったよ、なんか一部覗いて結構いいものこれあります。はい、ちその中でもさ、一番のお気に入りは、私はこれです。意外にもめちゃめちゃ気に入ってさ。あんな嫌がってるけど、やっぱりケンってすごいんだ。子供の大好きなものだ。これ本当に嬉しかった。過去にしな、ハルト君のお気に入りなんですか。僕のお気に入りはハラーキティ。やっぱね、焼きたてのポップコーンはいかが。やっぱこれ一番実用的でしょ。嫌がったけどさ、アラームがめっちゃ好きだった俺は。でしょ、これ結構いらないものがいるものに変わってるのがすごいことだよね。家族でやってみるのあるかもね。皆さんもお家でね、いらないものあったら、じゃこれとこれ交換するんだよみたいな、やってもいいかもしれないですね。うん、ぜひぜひやってみてください。ということで、こんな感じで終わりと思います。今度からいただく高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。バイバーイ。ありがとうございます。